どうも、学習塾1期U4号です。よろしくお願いします。ということで、今回の問題は、こちらです。まずは、一時停止をして、やってみましょう。では、正解です。正解は、3です。じゃあ、確認をします。今回は、国際経済の話です。まず、間違っている正解の3ですが、日本の貿易黒字は円高を招くので、誤りです。貿易収支は、輸出マイナス輸入ですが、これが黒字になるということは、日本がアメリカに売り出す、輸出が増えるということです。つまり、日本の売り上げが増えると考えてもいいでしょう。まあ、正確に言うと、輸入が減っても貿易黒字になりますが、これで考えても、結局、同じ円高という結論になるので、その辺は無視します。とにかく、日本の売り上げが増えますが、この商売でゲットした通貨は、アメリカで、アメリカに対して売ったものなので、ドルですよ。だから、そのドルを、日本円に交換することで、円を買い、円の需要が増え、円高となるわけです。ということで、これを選んで欲しかったのですが、逆に言えば、その他の選択肢は正しい分ですね。まず1は、基軸通貨の話がありますが、基軸通貨とは、世界中で使われる通貨の王様のようなものです。アメリカドルは、まさにそれなので、これは正しいです。次に2ですが、これは、円高、損害、輸出、というキーワードから、円高は日本の輸出に不利って言いたいんだと思ってください。当然これは、正しい内容です。他のケースの結果も確認したい人は、動画説明欄から、基礎動画を見てください。で、最後4ですが、これも正しい内容ですね。ですがこれ、逆に言えば、技術流出のリスクもあるということも、意味します。例えば、アメリカ発の多国籍企業が、中国に進出したら、これを受け入れた中国は、アメリカの技術を盗めるわけです。今、アメリカと中国は、仲が悪いのですが、その原因の一つが、こういうところにもあると言われています。ということで、話は以上です。最後まで聞いてくれて、ありがとうございました。